皆さん、沖つもにようこそ。今日は沖つものマスコットキャラクターのトッフィーと一緒に沖つもの工場の中を紹介します。この沖つもは塗料を作っている会社です。皆さんは塗料がどんなものか知っていますか？簡単に言えば絵の具みたいなもので、物に塗って使うものです。実は塗料にはいろいろな力があって、一般的には物に色をつけて美しくしたり、錆を防いだりします。他には熱から物を守ったり、ホコリや汚れをつきにくくしたり、沖つもでは特に塗料の中でも熱に強い耐熱塗料を多く作っています。じゃあこれから耐熱塗料がどうやって作られているか、工場の中を見てみましょう。耐熱塗料を作るためには5つの仕事があって、沖つもではこれをすべて行っています。まずは塗料の材料を選んで必要な量を測る仕事から。塗料は顔料って呼ばれる粉やいろいろな液体を混ぜて作ります。この材料はコンピュータを使ってきちんと量を測っているんだけど、どうしてか分かりますか？理由は、少しでもこの量が違ったら塗料の役割が果たせなくなるからです。もしも間違いがあったら、自動的に次の仕事に移れなくなるんです。次にこの材料をよく混ぜて、さらにもっとよく混ぜる仕事へ移ります。一度にこんなにたくさんの塗料を作っているんです。混ぜるスピードや時間も作る塗料によって変えているんです。次に塗料に色をつけていきます。皆さんも絵の具を混ぜ合わせて別の色を作りますよね。それと一緒で、白や黒、赤などいろんな色を混ぜます。どの色をどれだけ混ぜればいいかはコンピューターが教えてくれます。そして塗料がしっかり作られたかを検査します。いろんな人にいろんなところで塗料を使ってもらうために缶に詰めます。この塗料は世界中に届けられています。おきつものこと、そして塗料のこと、分かってもらえましたか？それでは最後に、おきつもの耐熱塗料がどんなところに塗られているかを紹介します。台所にあるフライパンや鍋、電子レンジ、車やバイクなど、あまり知られていないけれど、おきつもの塗料は皆さんの生活の中にたくさん使われているんです。皆さんの身近にあって、塗料の力で生活を支える、これが私たち沖つもです。